今回は高知県西部、四万十川巨石群、足摺岬、パワースポット、柏島。それでは、行ってみよう。はい、まずは四万十町のローソンで朝ごはんを買います。本日の朝ごはんはこちら。今日昼から天気回復する予定だったんですけど、これ本当に大丈夫か？はい、まずはこちら、高知県土佐佐賀、道の駅ナブラです。こちらの道の駅でおすすめなのがこちらソフトクリームミックスの塩。高知県立土佐西南大規模公園展望台、こちら今から行ってみたいと思います。今のところ天気はちょっと悪いんですけど、向こうの方から晴れてきそうな雰囲気で、雨もちょうど止んでいるのでよかった。天気はいまいちですけど、それでもめちゃくちゃ綺麗。はい、こちらの展望台から見える景色はこんな感じ。はい、こちら現在地土佐佐賀、次の目的地は四万十市。はい、こちらにあるのが白浜海岸。白浜海岸から見える景色はこんな感じ。はい、こちらは高知西南大規模公園ビオス大型、道の駅です。はい、こちらが道の駅ビオス大型です。はい、こちらビオス大型の前はこんな感じ。夏なんでめちゃくちゃサーフィンしてる人多いですね。ちなみに波はめちゃくちゃ小さい。はい、こちらが四万十市中村にある天神橋です。アーケードですね。そしてこちらの右手にあるのが一条神社。こちら今から行ってみたいと思います。徐々に天気も回復してきてくれてるので、まだマシかなと思います。どうですか一条神社さん。コメントできないぐらい疲れたらしい。わあ、すごく立派な神社。はい、ダスクちゃんも神社に来た時はお参りをしております。はい、こちら一条神社さん素晴らしかったです。皆さんもぜひ四万十市に来たら一条神社様行ってみてください。一条神社様にお参りされる方には駐車場あります。この丸中の前の駐車場ね。こちら右手に見えるのが四万十川です。土佐西南大規模公園オートキャンプ場トマロット、これより先は有料施設。はい、こちらに一応料金が書いております。トマロットから少し行くとこちらには展望台があります。こちらの展望台の上の景色はこんな感じ。パノラマビュー。あそこに見えるのが下田の河口ですね。四万十川があそこに流れ着いてるということになります。はい、こちらが日本最後の清流の四万十川のほぼ最終地点。この動画は高知県からチャンネル登録よろしくね。ここからさらに西へ行ってみたいと思います。はい、こちらがおそらく高知県西部で一番有名な砂浜大木ビーチ、大木の浜です。めちゃくちゃ人いますね。みんなサーフィンね、やってるみたいですね。はい、こちら足摺黒潮市場、カツオのたたき。お店の方がカツオのたたきを焼き出しました。こちらのカツオってここで販売されてるやつですか？ああ、そうなんですね。販売したり、中の食堂で食べれたり。観光客の方たちもカツオのたたきに興味津々なのか見ていました。まだまだ雨が続きます。はい、こちら次のスポット唐人沢遺跡です。唐人石巨石群。ちょっとね、ここに来る途中ぐらいからまた天気が崩れてきちゃって、ちょっとね、撮影が難しい感じになってます。このような感じで傘を差しながら行ってみたいと思います。はい、こちら唐人石遊歩道、どっちからでも行けるみたい。もうやっぱ岩のね、こう存在感がもうすでにめちゃくちゃある。階段ちょっと滑るらしいんで気をつけて行ってみてください。特にね、雨が降りる時とか滑りやすいから気をつけて行ってみてください。東神岩、岩倉、 GoPro のこのワイドレンズにも収まりきらないぐらいでかい。一応道を迷わないようにこのようなサインがあります。お、やばいやばい。はい、こちらが木頭石。変な意味じゃないよ。このダスクちゃんの傘も開くんだったら開くで、もっと開いてほしいんだけど。千畳敷岩。はい、ということでこちらが千畳敷岩。先ほど言った木頭石があちら。東神束の岩の上から見える景色はこんな感じ。残念ながら天気がまた崩れてきたので視界はめちゃくちゃ悪いです。本当でしたらあちらの方にめちゃくちゃ綺麗な海が見えます。めちゃくちゃ雄大だな。はい、そしてこちらさっきの千畳敷岩から上にまた上がっていくと、はい、こちらの岩の名前は鬼の包丁石。めちゃくちゃとんがってるんですね、上が。本当に刃物みたい。うわー、っていうか全然違う方向に出ちゃったみたいだね。どっちだったっけ。この辺から出てきたんだけど、もはや道じゃなかったらしいですね。はい、そして次はこちら足摺岬にある天狗の花。こちらから行ってみたいと思います。はい、こちらが天狗の花。迫力があって本当にすごい。天狗の花から少し行ったところにある道。はい、こちらが次の目的地、四国最南端足摺岬。はい、こちら中浜万次郎像はこんな感じ。はい、こちら足摺岬展望台から見える景色はこんな感じ。高知県からチャンネル登録よろしくね。先ほどの展望台からはね、このような遊歩道を使ってさっき見えていた灯台の方に向かっております。はい、こちら足摺七不思議地獄の穴。その穴は金剛福寺の本堂のすぐ下まで通じていると言われています。はい、こちらが地獄の穴。よく逆にこんなところに穴を見つけたよねっていう感じですね。はい、こちら足摺七不思議大師の爪書き石。この岩肌には弘法大師が爪で南無阿弥陀仏の6文字の名号を彫っています。どこにあるのかちょっと僕クラスの下級層の人間にはちょっと分かんない。こちらが足摺岬灯台です。先ほどの岩の横にあります。この動画は高知県からチャンネル登録よろしくね。足摺岬って意外と実は自殺する人もいるみたいで、まあ、こういう、看板がありました。はい、こちら次の目的地亀石。うおー、確かに結構見た目が亀。はい、こちらには白山神社の鳥居があります。白山ケイブ。ちなみに帰りはこの坂を全部登っていかないといけないので結構使えると思います。目の前から見るとこんな感じ。この動画は高知県からチャンネル登録よろしくね。お、上がってきて白山神社です。普通にめちゃくちゃ綺麗な神社です。はい、こちら足摺亜熱帯自然植物園。いや、足摺岬ってね、また室戸岬と違ってほんとね、いっぱい見るもんあるんですよね。皆さんもぜひ高知県の西部に来たら足摺岬行ってみてください。四国霊場38番地。こちら今から行ってみたいと思います。個人的な感想なんですけど、こちらのお寺かなりしっかりしていて大きいお寺だと思います。結構ね、四国88カ所の霊場の中にはこうね、小さいお寺とかもあったりするんですけど、こちらのお寺は本当に大きくて立派って感じです。万次郎足湯に行って少し休んでいきたいと思います。暑い？そんなに暑くない、ちょうど。気持ちいいね、足湯ね。はい、こちら万次郎足湯めちゃくちゃ良かったです。とっちょこ高知ナンバー88松尾の赤穂自生地。万次郎足湯から10分ほど運転した場所にあります。松尾の赤穂はこんな感じ。僕もともとオーストラリアにも8年ぐらい住んでたんですけど、本当にケアンズの方に行ったらね、こういう感じの木がめちゃくちゃあって、南半球の雰囲気も感じられるような場所だと思います。すごい大きくて立派なアコウの木です。おしかも魚釣ったのんちゃんすごい。はい、こちらのおじさんはカマスを釣っていました。松尾ケイブ、松尾ケイブはこんな感じ。ここはすごく綺麗です。ナンバー89宇野岬展望台、今から行ってみたいと思います。はい、宇野岬展望台までこちらから 100m、 こじんまりしてていい感じ。これ結構隠れスポットだな。こちら宇野岬展望台から見える景色はこんな感じ。パノラマビュー。あんなところで人が釣りしてます。この動画は高知県からチャンネル登録よろしくね。はい、こちらが次の目的地竜王神社です。はい、ということでこちらまず上の方に絶景展望台があるみたいなので、そちらの方に行ってみたいと思います。うわー、てか結構旅系 YouTuber に路線変更しようと思って今やってるんですけど、めちゃくちゃこれはこれで疲れるな。大体そのね、景色のいい展望台みたいなところって基本的に山の上についてるんで、竜王神社絶景展望台からの景色はこんな感じ。はい、ちなみになんですけど、あそこに赤い鳥居が見えているのが竜王神社だと思います。はい、ということでさっきめちゃくちゃダッシュで上まで行ってきたので、次はこちら竜王神社様の方に行ってみたいと思います。こちらも 400m も離れています。めちゃくちゃ景色やばいね。さっき僕が行ってた多分展望台はあそこだったと思うんですけど、はい、それから今ね、下の方に 400m ぐらい歩いてきて、うわ、すっごい迫力。これは神社あっても全然おかしくないぐらいの迫力、マジで。タイドプールっていうんですかね、こういうなんか潮の満ち引きでできる。ってことはここまで水来てんの？ここまでさすがに水来てたらちょっと嫌なんですけど、どんだけ水来るのよ、ここまで来るって。多分僕の予想ではもう少しで到着するはず。はい、こちらがその竜宮神社、そしてこちらが竜宮神社の周りの景色です。はい、ということで今からこちらをもう一度上に上がっていきたいと思います。この動画は高知県からチャンネル登録よろしくね。はい、こちらが中畑万次郎生誕地、中浜万次郎生家、復元ですね。そんなめちゃくちゃ開けた感じでもないというか、てかめちゃくちゃローカルだね、ここ。こんな感じなんですね。正面から見た感じはこんな感じ。全然僕住めますね、こういうお家。めちゃくちゃおしゃれだと個人的には思う。あちらに見えているのが土佐清水の市街地。今日はご飯抜きでこちらエナジードリンクだけ。朝食抜きのエナジードリンクめちゃくちゃしみるぜ。先ほど土佐清水の市街地を抜けてこちら目近の里土佐清水に来ました。はい、こちらお食事どころソーダ屋さん、残念ながらこちら閉まってました。なんかこちら目近の里の仮設店舗になってるらしいですね。地域の地場産品、野菜やスイカがたくさん売られてた。はい、こちらナンバー91辰串海岸、辰串海岸遊歩道行ってみたいと思います。いやー、マジで今日めちゃくちゃ歩いてますね。おそらく4キロぐらいはもう普通に歩いてます。はい、こちら Walk and Think、 綺麗やね。結構歩きる人が多い、びっくりした。はい、こういう風にね、ところどころ階段がついているので結構普通に歩きやすい。なんか誰もいないところにこんなカバン置かれてたんですけど、この辺で誰か死んでたりしたら嫌ですよね。辰串海岸からチャンネル登録よろしくね。これだけ歩いたらこの後のビールがさぞかしうまかろう。はい、辰串からね、次はこちらへ、金江崎灯台。灯台までの道は隣のトトロ感満載。はい、こちらが金江崎灯台。はい、こちら金江崎からの景色はこんな感じ。柏島に行く前に観音岩見に行ってみたいと思います。こちら 50m ラン。はい、あちらに見えるのが観音岩。めちゃくちゃ観音様に見えます。本当に立てって手を合わせているような雰囲気の岩です。こちら最後の目的地柏島に着きました。とりあえずね、ここ水の透明感めちゃくちゃやばいのよ。これ見た感じすごい透明感が高いの分かりますかね。はい、本日のシャワーはこれで終了。はい、こちらは道の駅大月。あ、ウツボが売ってますね。トコブシ、流れ子、ニナガイ。やっぱり大月だから魚が多いねと思いきや、普通にお肉も売っています。島味とかもねあったりとかして、今度来た時は買っていってみたいなと思いました。僕が頼んだラーメン、塩ラーメンのダブルです。さつきちゃんの焼き飯の大盛り、これあんた美味しいと思うで、はい、今回はこちらのラーメン屋満喜屋さんに来てみました。僕ね、あんまりすくもの方に行く機会がないので、あんまりすくもの方知らないんですけど、ここのラーメン屋さんめちゃくちゃ美味しいです。豚骨ラーメンベースっぽいんですけど、あっさりしていて食べやすく、チャーハンもすごく優しい味で美味しかったです。はい、こちらのチャーシューもプルップルでトロットロでした。はい、問題なく完食。ラーメンめちゃくちゃ美味しかった。次の目的地愛南町に行ってみたいと思います。明日は愛媛編です。はい、ということでね、なんとかねテントを張ることができたので、今からこちらで一杯やっていきたいと思います。お疲れ様です、たすきちゃん。お疲れ様でしたね。はい、こちら僕の好きなお酒、辛口純米クレです。行きたいところ全て回れたので良かったと思います。日本酒クレです。この動画は高知県から、チャンネル登録よろしくね。それではまた会いましょう。